さあ、乱世の会の三国天武動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。昨日ね、頂上対決があったんですけども、やはりね、3枚取られることがないですね。いや、実はね、フレンドじゃないわ、YouTube へのコメントでですね、前、シリュウが頂上対決で壊れてるんじゃないかというお話をさせていただいたと思うんですけど、その時のリクエストでね、3枚取られているリプもあったら見せてくださいということをおっしゃられてたんで、ちょっとね、頂上なんとなくやってみて、まあ攻めはともかく防衛でね、3枚取られることあるかなと思ったんですけど、結局7回やったんかな、1、2、3、4、5、6、7、8回やったんか、8回やってね、1回目やっぱり3枚取られないんですよね。なんで防衛で支流いたら、ちょっともう頂上で3枚取るの厳しいのかなというような気がしております。で、基本的にソロでやってるんですけども、もう寝ようかなと思った時にちょっとフレンドの方にまあ呼んでいただいたので、1回だけと思ってやったんですけど、これがその結果なんですけどね。もうこれからはこういう戦い方でいかないかんのかなという感じですね。これ、スタポロさんとレッドさん、これ両方うちの軍団の方なんですけど、2枚きっちり取ってますよね。で、片や逆の方は020と、まあ僕が完全に足を防衛で引っ張ってる感じになってるんですけど、こんな感じでね、レベルだけ見たら完全に相手の方が格上なんですけども、2枚取ることにまあちょっと注力するとですね、こんな感じで勝てちゃうっていうことなんですよね。防衛どんな感じで取られたんだろうか。多分2枚取る旅網での編成で2枚取られてると思うんですよね。証拠なんか出てきてますし、権威で引きつけている間にこんな感じで中を壊してしてるっていう感じですね。うまい方ですね。で、煉獄か人形くらいターゲット取って、お、まだ両方がいたか。これは援軍、援軍というチケットですね。はい、こんな感じでがっちり2枚取ってるという形になってるんで、これからは2枚全員で取りにかかって、失敗する人数でまあ勝敗が決まるみたいなね、形になっていくんじゃないかなと思いますけどもね。で、今回はですね、ちょっと未だに治ってないバグに関することを、まあ、お伝えさせていただいて、早急に直していただきたいということを、ちょっと運営さんに、まあ、伝わるかどうか分かんないんですけどね、まあ、広めることによって、どうにかこうにかね、運営さんに届いてくれたらということでやっていきたいかなと思うんですけど、この兵力補充で、こんな感じで補充すると、これ8分ってなってますよね。はい、7分、6分となってますけど、これで、8分経って、この上限ですっていう感じで出ますよね、240になって。そしたらね、その時に、兵がね、この画面ではできてる状態になってるのに、出陣したら兵ができてないんですよ。それをちょっと今から見ていただいて、で、まあ直していただきたいと思う次第なんですけど、これ多分ね、iOS だけちゃうかなと思うんですけどね、 Android の時はこんなこと一回もなかったんで、で、 Android に変えた直後でもこういう系の動画作らせていただいたんですけど、その時にまあフレンドの方とかね、あとコメントなんかでもそういうことありますよっていうことを結構ご指摘いただいたので、で、まあそれはしょうがないのかなと思ってたんですけど、実は去年の10月30日のアップデートで、不具合修正ということで、特定の場合において兵力補充で兵士訓練の時間が実際の訓練時間と一致しない不具合を修正ということで、メンテナンスで告知されてるんですよね。それなのに治ってないってどういうことやねんということなんですよ。治したって言ってるんだったら治っとってくれよっていう話なんですよね。直せないんだったら、まあ、それはしょうがないんですけど、治ったふりをすんなと言いたいというのが、まあ、ちょっと今回の動画の趣旨となっております。で、まあ、ちょっと、あと何分あるんや。まだ5分ぐらいありますよね、多分これ。うわ、6分あるわ。
なんでちょっとこの6分経つまでですね、カットさせていただいて、でどのような感じで結局兵ができてないのかというのをね見ていただきたいかなと思います。そしたらカットします。はい、残り40秒まで来ました。ボッサーと待ってるの退屈でしたけどね。でこれがあと30秒で完成するんで、完成したら出陣してみましょう。でここでそうですね、トン公兵の数が21になるのを確認していただきたいかなと思います。あと15秒ですね。今19なんで、あとトン公兵が2体できるので、21トン公兵がいなければおかしいというのを見ていただけたらなと思います。そしたらもういいかな。はい、上限ですって今右下に出てたの確認いただけたと思います。はい、見てください。これ19しかできてないんですよ。ね。下ここ19になってるでしょう。で撤退するじゃないですか。そしたらはいできてないんですよね。ほんでまだ1分14秒ということになってるんですよ。このバグがねいつまでたっても治らないんです。で兵をね誰かに援軍として送りたい時とか本当に鬱陶しいですね。兵があるのに派兵可能な兵がいませんみたいな風に表示されるんですよ。なんでこのバグのをまあ最近はもう多分1年ぐらい iPad 使ってるんかな。なんで慣れましたけどね、慣れて出征した後は必ずね兵種の一覧を見て数がきっちりできてるか確認するっていうことをやってるんですけど、さっきプレアカでしたよね、対戦相手が軍港上げなんかやってる時にこう相手がいきなりプレアカだったりした時に兵ができてないがゆえに撤退しなければいけないみたいなねことがあるんですよ。それがあった時はやっぱもうめちゃくちゃ腹が立つんで、もうこれは早めに直してもらいたいなと思います。っていうか直ったってメンテナンスの後に言ったんだったら直ってなかったらおかしいですよね。はい、そしたらもう最後にさっきプレアカ出たの見逃してもったいなかったんで、同じ人かこれ、プレアカ買っていきたいかなと思います。援軍は入ってないか。天井天元サクッと取っていきましょう。見てらっしゃい。これはサイドカットしていった方がいいかな、こんな感じかな。で、もう全員が下がるか。 A1 には来そうにないのでもう行きましょう。で、高いかな。これで優勢との後に壊れてくれるはずしかできそうが、壊れへんのかい。ちょっと出すの早かったですね。それで2強のね氷でだいぶダメージを負ってしまったっていうのが範囲だと思います。で、ちょっとスプリットしそうなんですが、その方がやってくれるか。ダメか。ダメですね。ダメですが、右上にちょっときつい武将がいないので、こんな感じで、リモで射撃と壊してしまって、下はね、これ多分トンコ兵バーッと出したら壊れるんで、まあ聖望が育ってたとしても5体も出しとりゃ十分壊れるでしょう。で、これで城に行くか劉備に行くか。城に行きましたね。ラッキーでしたね。はい、壊れました。あ、自爆見てないわ。自爆が、射撃、うわあるんかい。射撃投石捉えですね。ダメだ。これでちょっと遠いな。これ解除できないと見た。はい、解除できませんでしたね。ちょっと時間に余裕がなかったですね。ただ、射撃投石捉えだったんかな。多分なんとかなるんちゃうかなと思いますけどね。ご来は中に2頭ありますけど、射撃塔は壊れたので、そうですね、こんな感じで壊していけばいけるんじゃないでしょうか。諸葛が自爆やったらちょっと鬱陶しかったかなと思うんですけど、大変入っていけらんのか。入ってくれた方が良かったんですけどね。入ってくれたら諸葛神道に殺してもらえてたんですけど、これ変に入ってきたら鬱陶しいですね。ほら変に入ってきましたよ。
クルクルが障害になってるな、これ。クルクルでだいぶやられたか、これ。ギリやな。ドライは壊れてくれ。あー、狼だいぶ死んだ。5432。あー、遅いか。1秒ぐらい遅かったな。ただ天下あと1秒早く打ってたら、多分ご来の耐久値ももうほとんど残ってなかったので3枚取れたんじゃないかなと思います。なんで、ギリギリまで油断できないと、逆にギリギリで、3枚取れることもあるんだよというのがね、なんとなく今の攻め方を見ていただけたら、こうやってたら取れてたのになみたいなのは分かっていただけたんじゃないかなと思います。そしたら今回の動画が面白かったためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。また、何かしらね、この、バグをね、誰かに伝えれることができる方いらっしゃいましたら、ぜひ拡散いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。